どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日もですね、天才デッキをねご紹介していきたいなと思います。どんなデッキか、サムネイルにもタイトルにもある通りですよ。グレンダーっていうスキル、皆さんご存知ですか？グレンダーっていうスキル、ヘルカイザー涼さんのね、スキルでございまして、原作再現、もう一番忠実に原作を再現しているスキル、グレンダー。これです。同じ自分のモンスター1体が1ターン中に5回攻撃した場合、デュエルに勝利するっていう、なんかもうふざけ倒してるふざけ倒してるスキルなんですけども、このスキルを使って今日は5連打して勝つっていうねデッキです。でどうやって5連打していくかっていうとですね、新しいパックでですね5連打しやすいモンスターが出たんですよ。すげえ5連打しやすいモンスター、何かっていうとこれです、ムーンライトキャットダンサー。キャットダンサーは全てのモンスターに、これ自分のメインフェーズ1に、このカード以外のフィールドのムーンライトモンスター1体リリースすると、全部のモンスターに攻撃できるし、1ターンに1度だけその相手モンスターは戦闘で破壊されませんよっていう、全てのモンスターが。だから、簡単に言うと全てのモンスターを2回攻撃できるっていう効果になるんですよ。でこいつ自身戦闘で破壊されませんので、効果で。だから相手の打点が高かろうとどうでもいいんですよ。戦闘で破壊されないんで、こっちだからもうなんか自爆特攻みたいな感じですよね。相手の攻撃力が高ければ高いほどなんかライフポイントは削られるけど、別に死なないから別にいいみたいな理論ですね。でこれで要は相手のフィールドに3体のモンスターが存在していれば、全部のモンスターに2回攻撃すると全部で6連打ができるので、もう5連打とかじゃないですよ、もう6連打できるんですよ、こいつは。簡単に言うとめちゃくちゃ強いじゃんっていうことで、今日はこのキャットダンサーで5連打して勝つっていうクソみたいなデッキをね結構決まりますよ。でもこれ結構決まります。なんか昔はキメラテックオーバードラゴンとか、なんかスピリットじゃねえな、なんか全体攻撃できるやつじゃん、スピリットだ、なんだっけなあいつ名前、ちょっと忘れたけど、なんかあいつとか使ってやってたんですよ。でもねこれ結構簡単なの、成功確率結構高いんですよ。皆さんも騙されたと思ってねやってみてください。結構決まります。で一応ギミックとしては以前のムーンライトデッキとあんま変わんなくて、結局その黄色緑揃えて、緑で黄色捨てて融合を揃えながら、黄色蘇生するっていう、それで融合していくっていう感じですね。でそれをサーチする用のムーンライトのリンカーネーションダンスっていうのと、あとは相手のフィールドのモンスターが3体いないとダメなんで、増やすっていう意味でミスラこれ特殊召喚すると相手のフィールドにトークンが出るっていう効果を持ってるんですよ。このトークンも意外と邪魔っていう説もあって、結構相手の的にはなんかうぜえなこのトークンみたいになるんで、結構強いんですよ。だからミサラを3積みしてます。一応だから相手のフィールドにはモンスターが2体いる状態で初めて成立するコンボなんだが、今2体以上並ぶから大体フィールドに、だから全然大丈夫、問題ない。でバック戻しが難しいんですよねこのデッキ結構。一応ウサギとか入ってるんですけど、ちょっとバック戻し、しなくてもいけるかなっていう今現状。ガンセルキットあんまないから、だから局所1の回答度1くらいいいかなと思うんだけど、これバックなさすぎるデッキが多かったらもう局所抜いてもらってもいいと思いますね。でバックめっちゃあるんだったら局所2の方がいいと思います。はい、ということで、で一応横向かせるプラス防御できるようにこれトラップ入れてんだけど、別に多分なくてもなんかいける気がする、ぶっちゃけね。はい、というわけでムーンライトキャットダンサー猫ひろし5連打やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方幼女ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、聖なる幼女デュエルスタンバイ。決して怪しいチャンネルではありません。怪しいチャンネルかどっちかというと、大パチ来ちゃったか。超獣無視ちょっとワンキルしてくるのめんどくさいんですよね、飛ばしてモンスターを。すぐさモンスター無視してさ、なんかさ2600ダイレクト2連打みたいなことしてくるじゃん。なんかサイバーツインドラゴンもびっくりみたいな効果使って、なんかあの人たちがハンド強えな、おいハンド強すぎかよ、ふざけんなよ、キモいんだよ。マジで、しかもグローブも来ちゃう。グローブはいいや、このデュエルでグローブ使うことないから多分君が。なんでかわかるか、5連打するからだよ。今から5連打するか2連打されて曲げるかどっちかだお長い、強えの、ハンド強えんだよ、仲裁、マジ仲裁岩投手はマジ犯罪、
第8位、第8位、中西岩投手はマジ犯罪で、からの武蔵、第8位、中西岩投手からの、なんだかあいつ、影帽子からの影帽子リリースして、グローブ特徴感が一番犯罪だね。どっちかっていうと、超人武者っていうのは。で、グローブの方が、投げんだよな、超人武者って結構、先行割とこのグローブの方が使ったら、デッキトップどうしようかなって考える時間ってクソ長いっていう。こっちはですね、今のところハンド的には緑黄色が揃ってるんで、次のターン、次のターン微妙か、次のターン微妙だけど、これイタクラの防風がめっちゃ強そう。コラがいい、はい。意外とですね、あの超人武者って確かあの守備表示のまま攻撃できるよみたいな、効果なんですけど、攻撃表示になったらなんか攻撃力で結局換算されるから、多分いけんだよ多分。で、ムーラージュフュージョン来た。なるほど。イタクアの暴風めっちゃ強そうだな。これだから、モンスターが3体並んでくれないとちょっと、殴れないから、こっち。ミスラ来たぞ。ミスラ先生。先生お待ちしてました。こっち待って。こっちでいいか。こっちでいいか。で、ですね、とりあえずは、あれ出すか。あっちは一応出すか。サーベルタイガーは。サーベルタイガーは多分出していいはず。で、ミスラ2体とかいう紙、引きしてればね、勝てるんですけど、一旦サーベルタイガーであれ殴りに行ってみてかな。2800打点、殴りに行かない説もあるの、これ。殴らない説もあるの、これ。黄色と、緑でいいか。緑。で、サーベルタイガー出す。で、これで2800打点は余裕で超えていく。で、緑効果で黄色除外ゾーンから呼んでいく。はい。で、セットして、で、ミスラを特殊召喚しておくと、結構邪魔じゃないこれ。多分相手結構これ邪魔じゃねえこれ多分。で、殴らない選択肢だ。痛くあるからいけんな多分。だからもうモンスターがいてほしいんですよ。とにかく相手の場に3体のモンスターがいてほしいの。俺は並べないパターンかな。これ並べないパターンが一番めんどくせえ。岩投手 OK。 岩投手は装備しておくと貫通します。貫通能力を得られます。彼は確か第8横にして、いや第8縦にすることによって、これはグレートウォールか。なるほど。で、グレートウォール装備して4000になっていく。4000貫通狙ってくる感じ、これ。それともダイレクト。あ、4000貫通か。4000貫通はめんどくさいから、ここで、暴風打って、暴風打つと、攻撃表示になって、で、こうなって、これはうまくねえか、これ。これは遊戯をうますぎでは？これは遊戯をうますぎでは？で、皆さん、相手のフィールドには、モンスターが3体残っていますよ！ドロン！いけ！緑召喚！緑効果で、黄色捨てて、で、黄色効果！局長も引いた！最強！で、黄色効果で、ムーンライトフュージョン持ってきて、で、黄色効果使って、はい、はい、で、緑戻して、で、フュージョンぶち込んでいく。さあ、フュージョンぶち込んでいくことによって、これでいいですね、特殊化するモンスターは。で、デッキからじゃなくて、まずここからと、デッキから緑がなんかでいいですか。で、こうして、こうですね。で、打点上げるとかいう効果あるんですよ、一応、墓地で。それで殴ったら勝ち説もあるんですけども、そんなことはしません、私はそんなことはしません。さあ、今このモンスターは、全部のモンスターに2回攻撃できます。いけー、1連ダウン、2連ダウン、あー、3連ダウン。あ、グレートウォール効果か。グレートウォール効果で、攻撃無効にして守備ゼロにするみたいな感じかな、確か効果は。いいだろう、 OK、 止まっていく。いいだろう、ここで3連ダウン、うわー、ほらー、4連だ。あ、やばい、死んじゃうぞこれ。
死ぬぞ、死ね、こうなるんだ。ゴレンダーゴレンダーゴレンダー、2回勝った、2回勝ったんだけど、相手のライフ1残ってるんだけど。さあお相手の方、石田選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。とりあえずミスラトークンをぶちかまして、ミスラトークンぶちかまして1回お邪魔して、実質お邪魔してカード1枚セットして、ターン終了じゃないですか。これね、あのね、リンカーネーションだとすげえ強いんだよね。ミスラ殴んじゃん相手多分で、そうするとリンカーネーション外すんだよ。これ結構強いんだよね。あー、援軍ライトロード、ライトロード、知らぬいアレイスターっていうやべえデッキだな。これなんだこれなんかアレイスター落ちたぞ。こいつ何してんだ、やべえこと来てる。なんか帯同とあのモノロベとアレイスター落ちてるんだけど、どうなってんだ。もう何でもありだな。もうね、ライトロードが来たのでほとんど何でもありなんですよ。マジでマジで何でもあり。でもね、デッキね200個は作れるよ俺。デッキ作ってくださいってライトロードで言われたら俺200個は作れる自信あるわ多分。今この現状でカードプールも増えてしよう。今ね、なんか5000勝ブラックロード強、ブラックロードは強い普通に。ちょっとさ、ちょマジでさ、トークン破壊するのやめてよ、トークン破壊するのやめて。あー、一回ブラックロードしてお掃除パターンね。それはあの一回カイトロードで耐えて、でなんかお茶を濁そう。こっちはだからこのカイトロイドっていうカードすごい強くて、この相手がぶんまして2体とか3体とか並べるの待てるんですよね。ハンド1枚で。で、2体3体並んだところに、よっしゃーっつって、社長出家みたいな感じで、キャットランサーが降臨して、はい、5連打しまーすって言ってくるんで、このデッキ。結構楽しいんですよね。はい、あやかしかも知らぬに OK。あやかしかも知らぬに OK。あやかしかも知らぬには OK。で、墓地の知らぬいモンスターを除外して、てかまあ炎属性でも何でもいい、アンデッド属でも何でもいいんだけど、除外して、で、なんか打点上げていく。OK? で、考えてる?まあ何でもいいよ。OK? で、それ自分だけ暗黒界の取引ね。自分だけ暗黒界の取引。ワンドロワンステ。これでね、帯同のスタッフとかね、こういうプレイングは、助けるとお前強い、助けるとお前強い、普通に。で、回答とぶん投げていく。助けるとんで、一回無効にされるから、これ一回無効にされてもいけるっていうの強くない?だってさ、6連打できるんだよ。まだ知らないんじゃね?まだ知らないんじゃね?これ。一応セットするか。で、ターン終了だ。で、これ、強いのは、その、タスケルトンとかで一回無効にされても、まあ、クリーボールダメ。クリーボールダメなんだけど、タスケルトンで一回無効にされても、6連打できるから、一回減ってもいけるんですよ。一回減ってもいけるっていう強くないですか、普通に。5連打成立っていう、助けると1枚では5連打成立するっていう。あー、10ですか。それさ、ちょっとさ、モンスターを並べていただけないですかね。基本的に1体で殴り続けるっていう外役戦法じゃなくて、こうなんか一気にバンって展開してワンキル取りに行こうぜ男ならよ。まあとりあえず効果を発動するか、ゼロにしていこう。よし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 、耐え、これ耐え。効果で破壊された場合ね、赤はフィールド上の表側表示のモンスターの攻撃力をゼロにするっていう効果もあったので、ね、ミスラ起きてきた。ミスラ出しておこう。ミスラ出していく。ちょっと事故ってんだけど、永遠にこれやばいな。これ緑引いたらワンチあるんだよな。でもこれデッキトップ緑来ねえかな。緑だったらワンあるんだよね全然。さあ白か。まあ一回緑で、一回緑で様子見て、あ、でも今エクストラから出てきたモンスターがいるから別にデッキ融合できんのか。2体出せるのは出せるな。あ、攻撃表示 OK。 でそれ邪魔だよね多分ね。そのなんかトークン絶対邪魔だろ。あ、ライで OK。 え、これゴシンクロとか入ってるのかな。ゴシンクロとかまさか入ってるわけねえよな。で、フェリス出てこない。フェリスは出てこない。でバトル、わあ、オッケー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 。でそれは一回止める。カイトで止めていく。で3体並んだ、モンスター3体並んだぞ。おいみんな、モンスター3体並んだぞ。おいでライデン効果でいいぞ、いいぞ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 。まあ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 いいでしょう。まあまあいいでしょう。
だからこれムーンライトフュージョンをして緑を落として緑落としてですねこうするじゃないですか。で緑と黄色落とせばいいんでしょ。だからリリースする素材がいるんですよ。だから緑だ。これは緑とフィールドの黄色で融合して合ってるよねこれ俺。でキャットダンサー出すじゃないですか。キャットダンサー出してで緑効果発動してで黄色の効果も発動してで緑の効果も発動してで緑の効果で墓地蘇生はいで蘇生されながらの何でもいいわこれでいいか。でこうしてでキャットダンサーの効果を発動していくぞ。いけ。リリースしてこのモンスターは相手のモンスターに全てに2回ずつ攻撃ができ相手のモンスターは一旦に一度戦闘では破壊されない。いくぞー。にゃーにゃーあーにゃー逃げんだ。うおー助けると投げなくていいのかな。助けると投げなくていいんでしょうか。にゃーさあ謎のコンスター行って行った行って行ってマジでほらゴレンダー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 もう助けるぞ。遅いぜ。俺のスキルは発動した。同じモンスターが5回連続攻撃した場合俺はデュエルに勝利するぜ。ゴレンダーゴレンダー天才。さあお相手の方ペガサスジェイク・クロフォード選手会長ですね。よろしくお願いします。さあ行きます。行きますよ。カードもセットです。最近ちょっとペガサス使ってたみたいなんですけどペガサスのモノマネがねなかなか聞けてない方申し訳ございません。これはもう単純にかかっちゃうくそつまんねえ勝利になるのこれで。こうしてで緑戻してこれやっぱ赤緑じゃねえや黄色緑のこのムーブ強すぎひん。これ強すぎだろ。このムーブ強すぎなんだけどただ単に1枚サーチして戻っていきますからね。でこれでまた戻ってきますからね黄色は。これ強すぎなんだよなこのムーブで黄色。これさ俺さその OCG のムーンライト触ったことがないんですけどムーンライトってなんかもっとやばい融合モンスターいるんでしょ。なんかやばいやついるんでしょ。なんかあれだよね可能性無限大すぎん。なんかこんななんかサーベルタイガーとかキャットダンサーとかいうあのレベルじゃねえやついるらしいよ。やばいよな。バトルほらうらえくたばりやがれ。あなるほどはあなるほどね。やるめやるじゃんやるじゃんボツかと思ったわ。まだ楽しめそうだな。ほら楽しいのするぜ。さあなんだなんだこのデッキは。回答でぶん投げられたぞ。また対象に取れない3000役っていうな。おお、それはでもこれ全部種族と属性同じ説。中戦士闇属性説全部来たわこれ。よしよしよし。すべてあ伊達上がった。来たわこれ。儀式の使いってああそういうことか。なるほどはいはいはい。なるほどね。それ使いたかったんか。なるほど。ネクロスの万華鏡。何貴様ネクロス使いだぞ。アルティメットビシバルキンだぞ。やばい。あこれ57出るわ。57が出てくる。やばい。カタストロガチでやばいんだよこれ。確かね、自分のネクロスモンスターがエクストラデッキから特殊化されたモンスターと戦闘後のダメージステップ開始時にそのモンスター破壊するっていう、効果を持っていて、でちょっと待ってくださいね。この破壊千獣でグングニール。はい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 。グングニールってなんだっけ。グングニールが、ネクロスカードを捨てるとフィールドのカードを1枚対象として破壊。ああなるほど。ああやばい。そのトラップやめてほしかったな。これはやばいぞ。カタストロ強すぎだ。カタストロ強っ。
やばい、何もなかった。え、何もなかったぞえ、何もなくなったぞ。何もなくなったのやばいか。何もなくなったらやばいぞ。何もなくなったら相当やばいぞ。あ、これ今モンスターセットだ。やべ、モンスターセットだったな絶対に。いや完全にミスった、やっべ。え、カイトロイド、うわ、なんで俺今セットしなかったんだろう。リンカーネーションダンス、これ発動できんやん、やばいやん。そしてあー、やらかした、これはやらかしたし、カタストロ強すぎなんだけど。初めてこんなカタストロ活躍者見たわ。